人気グループ、嵐、乃木の宮、和成、30、が、日本テレビ系の長寿演芸番組、笑点、日曜、午後5時半、4月6日放送回、の大喜利に、出演することになった。二宮が主演する同局の、連続ドラマ、弱くても勝てます、静止先生とヘッポコ高校球児の、野望、4月スタート、土曜、あと球児、とのコラボが、実現。このほど都内で行われた公開収録に、参加した二宮は、座布団運び、回答者、司会と一人三役の大活躍。夢のよう、ジジババ高校できた、と大感激していた。今回、二宮の主演するドラマ、弱くても、と合体し、お題もドラマにちなんだものになった。二の、をテーマにしたあいうえお作文などのお題では回答者にも、挑戦し見事座布団を、ゲット。収録を終えた二宮は、緊張しました。空気感やテンポの速さがすごい、と、師匠たちの技術に圧倒された様子。菊王のおバカキャラ、三遊亭小遊三、66、の、泥棒キャラなどそれぞれ個性が、際立っているが、僕はおそらく、円楽師匠の、タイプなのかな、と分析し、腹黒というか、周りをいじってしまう、と自らを、重ねた。自身の名前やドラマが、お題に使われたことに関しては、夢のよう。うちのババアが一番喜ぶんじゃないかな。自分の孫がとんでもなく有名な人に、愛称を呼んでもらえるなんて、ジジババ高校できた、と胸を、張った。元祖、座布団運びの山田も、面白かった。座布団3枚、とお墨付き。嵐の5人で大喜利するときは、僕が座布団を運ぶよ、と、再コラボを約束していた。人気グループ、嵐、乃木の宮、和成、30、が、日本テレビ系の長寿演芸番組、笑点、日曜、午後5時半、4月6日放送回、の大喜利に、出演することになった。二宮が主演する同局の、連続ドラマ、弱くても勝てます、静止先生とヘッポコ高校球児の、野望、4月スタート、土曜、あと球児、とのコラボが、実現。